とろろあります。とろろってなんだっけ、山芋あるけど刻みません。生で食べてください。生でかじるのが一番だよ。山芋でしょ、しそ、うん、もう私はぷーちゃんが何もいらないって言ってくれたおかげで、私はもう今もう脳みそ何もしない。これ、グリーンカレーも食べて、北方ラーメンも。北方ラーメン食べない。美味しそうだね、でも、うん、ていうか超いい匂いする。めっちゃココナッツの。いいね。じゃいただいちゃおうかな、グリーンカレー、うんうん、ナスがゴロゴロ、最高やん。熱いよ。辛い、うん、やばいな。熱いし辛い。ぷーちゃんが辛いっていうか相当辛いのかな。これパプリカに見えてパプリカじゃないのかな。いや、パプリカだよ。やばい、なんかよ、グリーンカレー味の、いや、香辛料の香水が欲しいな。クミンとかグリーンカレー味とか。香水で、うん、自分ないわ。最高じゃん。デブやん、あの人グリーンカレーデブやん、それなんだよ。チップスは、それはあ、チップスって残ってなかった。何でチップスって。早っ。俺がビールを飲むかと同じぐらい早いな。いただきます。はい、思ってたより熱いね。だから冷ましてる。うまい。ナスがトロトロやん。うめえ。なんかさ、ネットでさ、 YouTube でさ、シンガポール担々麺が超美味しいってやった知ってたわけ。辛いってこと？めっちゃ美味しい、何これみたいな感じでネットで調べたら、なんかやっぱこんな感じだった。クミンの、クミン入れてたかな、ちょっとスパイシーな感じです。ココナッツ入れてたかな。なんかあの普通の中華の担々麺じゃなくてクミンとかなんか入ってるみたいで、今度作れたら作ってみようかな。いい、やめて。なんで大阪料理やめて。なんでね、創作したいんですけど。やめて。あのメニューから作って、レシピ通りに作って。だからネットに載ってた。それ創作料理と言わない？レシピの料理にそれ。うまい。おいしい。うん。はい、こんにちは、ポニョです。ここから認知療についての話をちょっとしていきたいと思います。前回は、受精させた受精卵を子宮に戻す、移植する準備に向けて薬とかホルモン剤、秩序とか処方されましたっていう話だったんですけれども、今回はその受精卵を無事移植することができたというお話です。はい、受精卵の移植は日帰り入院という形で行いました。日帰り入院は 3,4 時間では終わって、帰れました。でちなみに麻酔もないので自分で運転して病院に行くことができました。はい、でご飯も食べて大丈夫でした。こういうのありがたいですよね。で受精卵を移植する手術自体は全然痛みはなかったですね。はい、で移植はまず、先生が名前と生年月日を確認して、はい、今日この受精卵移植しますねって感じで写真を見せてもらって、移植がスタートしました。先生が受精卵を入れる管をセッティングして、培養士さんが注入してくれた感じでした。はい、移植自体は、5分くらいでは終わりました。結構早かったです、思ってたより。はい、でその後病室に戻って看護師さんに、着床、妊娠しやすいための注射をお尻に打ってもらいました。ちょっと恥ずかしかったんですけどね、ここは我慢ということで。はい、
はい、で退院後に看護師さんから移植後の過ごし方や対応などの仕方を教えてもらいました。主に急な痛みや出血などが出た時にはこの電話番号に電話してねとかの説明ですね。はい、です。移植後なんですけれど特に制限ない普通の日常生活を送って大丈夫ですよということでしたね。はい、期待と不安でめっちゃドキドキですけどうまくいってほしいです。本当ピピちゃん頑張ってくれ、お願いだよ。味玉おにぎり、うん、いいな、はい、いいじゃん、帽子かわいいじゃん。美味しい？うん、めっちゃ美味しそう。イカスミは美味しいですか？すげえうまい。あ、なんか具材も入ってるね。マグロのたたき、はい、泊まり夕町の次にやってきたのが沖縄市のパークアベニューです。建物が独特で異国情緒あふれてます。その次が北中城村のライカムモールにやってきました。帽子屋さんとか見たり久世福商店行ったりいろいろプラプラ見たりしました。はい、久世福は美味しいのがいっぱいあるからどれも欲しくなりますね。はい、この後はジュエリーも見ました。高くて買えなかったけど欲しいよ。はい、今日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さんの登録がすごい私は心の支えになってます。ただいま57人行ったり来たりしてるのでどうか登録よろしくお願いします。次回もまた動画で会いましょう。ポニョでした。